やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日の題はじゃん。自民党総裁選候補者を占う3回目です。今日は河野太郎さんについて、はい、占いたいと思います。基本的に1日2本動画アップします。個人鑑定の申し込み方法とか、猫チャンネル、動画概要欄から飛べます。猫かわいいよ。40歳以上の真面目なマッチングサービス、マッチュール会員様増えてるので、ぜひご活用くださいね。で、願いを叶える手帳。今年がもうあとちょっとなので、大幅値引きしてます。意味の書いてあるタロットカードも売ってますよ。で、ブレスレットも販売中です。さて、3人目は河野太郎さん。まず、タロットさんから見てどんな人？あ、そう、なんかね、茂木さん、誰だっけ？茂木さんだよね。リクエストがあったんですけど、まだまとめ中みたいな感じだったので、先になんか、出るぜって言ってる人から、はっきり言ってる人からちょっとやるね。はい。で、タロットさんから見てどんな人？総裁としての資質。日本国民のために働くか、外交手腕、党内の人望、国民に支持されるか、もし総裁になったら日本はどうなるか、もし総裁になったら本人の仕事は、はい。で、カパラス秘術はいつものように、もうこの方覚えちゃって3の1ですね。未来数が2。小さい数字ばっかりなので、まだ、なんと全体的に魂が若々しいっていうかね。達観した感じよりは、若いフレッシュな感じかな。全体的に。1、2、3、みたいな。3の1。3の1。まあ、無邪気。無邪気で、ちょっとまあ、良くも悪くも子供っぽいっていうか、そんな感じかな。はい、でも、愛されキャラではあると思うんだけど。じゃあ行きます。タロットさんから見て、今の河野さん、どんな人か。なんかこうやって占ってるとさ、登場人物が総裁選候補者って濃いねみんな。そりゃそうなんだけど、濃くなきゃ出られないよみたいなのあるだろうけど、濃いなと思って、漏れなくキャラが立ってるなと思って。タロットさんから見てどんな人か。ほう、ズバッと出ました。何かから解放された。あ、なんかいい感じで一皮剥けたんじゃないでしょうか。そんな感じが出てますけど、ソードの端の逆。なんか今まで自分を制限してたものから抜け出せたよみたいな。なんだろうね、お父さんの呪縛？いや、わからないけど、彼を縛っていたものから彼は抜け出したって出てる。ただ、なんか運の悪さ、タイミングの悪さとか、なんかそういうのはあるね。情熱はある。ただ、頑固すぎるとか、多分ね、自分の物質よ、物質とか、所有物とか、権利とか、そういうのをがっちり固めて、離さないもんみたいな、そんな、ね、ペンタクルの読んでると、ちょっと欲張りさん、強欲さんみたいな感じだけど、が出ておりますけれども、まあ、いいカードも悪いカードも両方出てるかな、うん。はい。星が出てるのでなんか目標を持つとそれに向かってガーって、まあ1だからね。うん。1と1が1の数字もあるから、目標に向かってガーってこう突き進む、実現させる力はあると思って、総裁としての資質はどうか。河野さん。なんかこうやって YouTube やってるとさ、河野さんが好きでっていうコメントが一つもない。ちょっと申し訳ないけどっていうか、だから私が申し訳ない必要はないんだけど、そういうね、玉木が申し訳なくなる必要は全くないんだけど、ただ、そう、河野さん頑張ってほしいみたいな。だからどんな人であれさ、いるんで一人くらいはね、なんかどんな嫌われ役でもさ、こう、なんとかさん頑張ってって応援する人の声がこうコメントに書かれたりするんだけど、河野さんはね、この4.5年、占ってきたけど、河野さん頑張れっていうコメントが書かれてんのをね、ほぼ見たことないから。
世の中的には人気なんだよね、と思って。ごめん、なんかこれひだ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 してんの。霊的なものじゃないです。紙です。ごめん。ここがこう光らないように紙、紙でした。総裁としての資質。虚しいな。ズバッと出ました。そうだな、40点って感じかな。50点は切ってる。キーのカードは敗北とか、まあ、勝っても虚しいみたいな感じなので。でも下の方はいいのよ。なんかチャンスをものにするとか、なんか現状の中で何とかやりくりするとか、情熱はね、やっぱあるし。ただ、虚しい感じね、なんだろうね。なので、40点って感じ。絶望的に悪いまではいかないけど。はい、続いて、日本国民のために働くのか、外交手腕、党内の人望、国民に支持されるかどうか。なんか、政治の、こういうのを占ってる時がさ、なんか、一番私、生き生きしてるかも。いや、個人鑑定の時も生き生きしてるよ。だけど、YouTube の動画の中だと、あれも、こう、自分の的にかな、ヨンタフとか、毎月の占いとかさ、週間運勢とかさ、この中から選んでね、みたいなやつで、リーディングする。あれも、なんか自分的にこう、なんかこう、インスピレーションがこう、泉のように湧き出るわ、みたいなのを感じて、こう、ある。政治家面白いね、占ってて、ね。日本国民のために、まあ、金のカードがあんまりよろしくないね。人間関係の不安のカードなの。日本国民のために働くかの外交手腕、タワーやばいタワーが出た。党内の人望、まあまあ、まあまあなんだ。うん、あるある。国民に支持されるか。もうまあまあかな。ズバッと出ました。一個前の小林さんもそうだったんだけど、小林さんもね、この1と4がね、比例しなかったの。国民のために働いたら支持されるんじゃないかなって思ったんだけど、なんか比例しなかった。河野さんも比例しなかった。国民のためには、なんか怠けるカードが出てる。で、外交手腕はタワーなのでなんか壊しそう。せっかく築き上げてきたものを破壊するみたいな。怖い怖い。で、党内の人望はまあまあそこそこ。で、国民に支持されるかは、まあ、堅実なカードが出てるので、これもそこそこって感じ。なんか、めちゃめちゃ、ね、大あるかなって、すっごいあるみたいな感じじゃないけど、そこそこ堅実にある感じ。で、もし総裁になったら日本はどうなる？そう、YouTube の世界とね、現実、YouTube 見ない一般の世界はね、違うから。支持者とか。本当に違うからね。で、世の中の総理になってほしいランキング1位に、進次郎さんとか、河野太郎さんとか、並ぶような、ね、一般の、感じはそうなのよ。みんな、忘れないでね、たまにその、世の中そうだったっていうのを、思い出して、なんでそんないいカード出るのとか、思ったら、世の中はそういう認識だったんだ、みたいなの。で、もし総裁になったら日本はどうなるか、これが一番大事ですね。日本が破滅したら良くない。でもなんか、こんなにずっと手挙げてたらさ、いつか、なるのかな？なっちゃうのかな？みたいな。ドキドキ。ドキドキってしてんだけど。ねえ。どうですかね？どうだろう？皇帝の逆を日本どうなるか。なるほどね。結構ゴリゴリ最初からワンマンな感じで物事を進めていくね。でも、ワンマンだからこそポジティブにこう、すごい進んでいくことってあるじゃない。そんな感じ。ああ最後が良くなかった。ズバッと出ます。途中まではいい。最初と途中まではいい。特に最初の勢いは
すごいと思う。目を見張るものがあると思います。あ、なんか一人でどん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 決めちゃって物事が、世の中がどんどん進んでいく、変わっていくみたいなのを目の当たりにして、おーおーってなると思うの。そう。んで、世の中でしょ、こう日本国民の立場。ただ、国民にもやっぱ厳しさは求められるよ。それぞれ自立してね、みたいな。ちゃんと一人一人考えてね、とか、一人一人自立して、うん。こう大人として振る舞ってね、まあ一人一人厳しさも持ってね、みたいな感じに求められて、まあそう振る舞わざるを得なくなる。良くも悪くも。うん。そう。一人一人自立しなきゃいけなくなる。で、環境がね、あんまり良くないかな。国民の環境、日本の環境が傷つく、ハートブレイクカードが出て。で、最終的に結果が出ないとか、なんか後悔することになるとか、あんまり良くないね。だから、最初はほぼ100点なんだけど、うん、やっぱり、一人でゴリゴリ進めるには、やっぱ日本では限界があって、いろいろこう、ガタ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 崩れていくんだろうね。最後は0点、うん、10点とかさ、なんか結構悲惨なことになるかな。うん、なる。対策注意点、ペンタクルのナイト。そんなにゴリゴリいきなり進めなくていいから、堅実に着実に行こうって言って。はい。で、続いて、もし総裁になったら本人の仕事運は、審判の逆か。そっか。また皇帝がペラッとしたね。この人を表すのは多分皇帝の逆なんだよ、多分。うん。良くも悪くも、本当に、わーって、こうなんだろう、周りと協力して仲良くやろうね、じゃなくて、一人でガン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 進めるリーダーシップみたいな、うん。全部一人で決めちゃうみたいなのなんだろうね、キーがね。だから、何？なんかさ、会社とかでもさ、みんなで会議してると全然進まないや、みたいな時あるじゃん。話し合ってても全然前に進まなくない？みたいな、うん。じゃなくて、多分河野さんは、そんな話し合えばいらねえ、俺が全部決めてやるから、責任持ってやるから、ついてこいみたいな、うん、そういうタイプなんだろうけど、まあ、いいところもある。まあ、スピード感みたいなところはいいけど、何かあった時に、うん、知らないって。みんな、どうするんだろうね。そう。みんなの相違じゃないからさ、みんなには責められやすいよね。多分ね。だから言ったじゃん みたいに、後からみんなから言われやすいタイプかなって思う。本人の仕事はやっぱ孤独だね。またね。しょうがないね。皇帝の客がどうしても出たがっちゃう感じよね。こんなに混ぜてんのに。こんなに混ぜても皇帝の逆とか、ソードのナイトの逆とか、な、王様が逆向きたがっちゃう人だね、この方はね。はい、ズバッと出ました。本人の仕事の、そうだなぁ、孤独だね、ずっと孤独だね。もう過去から皇帝の逆。なった瞬間も、ね、孤独、孤立。で、環境も孤立のカード。周りが協力してくれない。自分で、たった一人でこう、警戒しながら頑張るみたいな。もう孤独なカードが出っ放しなので、うん。なんかさ、みんなで、ワイワイ、楽しく協力してみたいなカードが一枚もないのが特徴的ですね。うん。なので、本当に一人でガンガン進めていって、スピード感はあるんだけど、孤独感、孤立感、寂しさ、その中で戦わなきゃいけない。まんますぎて。ま、なんだろう。イメージのまますぎてさ、なんだろうね、うん。でも最終的にソードの9の逆だから、やーめたやーめたここでやっぱやーめたみたいな。こういうのはもう、やだみたいに。抜け出しそうな気がする。やめますみたいな。スパーンって。よくやめるときに、自分のタイミングでパーンってやめそうだなって思った。うん。対策注意点、ワンドの3。もっと視野を広くねって。世界は広いからさって、こう、視野狭く、
狭く早く一人でみたいな感じにならないようにね、みたいなのが注意点です。はい。ちょっと、我々のこう持ってるイメージ通りの感じの仕事になっちゃってね。この辺だよね、この彼を表すカードはね、スパイカードとかさ、ね、女教皇の逆とか、なんか、この皇帝の逆とか、人がみんな逆向いちゃって、なんか、一人よがりみたいな、寂しい、一人で孤軍奮闘みたいな感じですね。はい、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。グーなのでパーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。